人と違う視点のことを言わせてもらうと、目的が2つありますよね、はい、まあ、それに対して結論が2つありますよね、はい、一つは物理というか、からくりに、自然のからくりに対するクエスチョンですよね。もう一つはどっちかというとテクニカルなクエスチョンですよね。これ聞いてて、安藤の話3回ぐらい聞いたけど、なんかこう、ちょっと個人的な意見としては、お前はどっちに行きたいんだろう。まあ、これはあくまで僕の個人的な意見なんで、あの今いろいろ言ってるけど、まあ所詮は外野だから決めるのは安藤だからいいんだけど、まあ僕は個人的にそう見えちゃうのは僕の頭が単純にすぎるかもしれないけども、まあそういうことは思いました。聴衆はそれを求めるってことです。どっちにしたいのっていう白黒をそういうところにも求めるってことで、でそれが僕がいいと思うのは、それがこう全体的な話の組み立てにまで影響を及ぼしている感じがして、ストーリーがよく分かんなくなっちゃう。一番のストーリーでずっと組み立ててもらえれば、ああなるほどなという感じもするし、二番のストーリーで組み立ててもらえれば、ああなるほどなという感じもするし、二つどっちもやりたいんだったら、一番は一番に切りつけたせ、二番は二番に言ってもらわないと。僕としては、あ、なるほどな、あの素晴らしい、うん、なりやすいね。まあこれはまあでもこれは僕の意見だよ、まあ、僕に限らず所詮は外野だから安藤決めないんだけど、僕はそう思いました。いや、ある程度聞き慣れてくるとそういう疑問はどっかできます。最初聞くとその2つのことが勉強になったなって思う、分かりやすいな、一つ一つの要素に対する説明がって、1回目はみんな思うと思うよ。でだんだん何度のことが分かれば分かるほど、今度はその白黒を知りたくなるってことだと思う。で聞いて何度のこと知ってる人ほどそう思ってた。よし、次行こう。ドアアップだよ。僕は安藤さんの発表を聞くのがこれで多分3回目になるんですけど、うん、はい、まあ、回を増すごとに、まあ、内容がだんだんと分かりやすくなるというか、だんだんと理解できる感じのプレゼンになってて、まあ、逆に言うとでも回を重ねないと分かりにくい部分もちょっと出てきてるのかなっていうのが、うん、まあ、そういうイメージなんですけど、まあ、今回とかもすごい話の展開がすごい分かりやすかったので理解ができるっていうところがちょっと ありました。で、もう一つ悪い点っていうか、こう通るおばちゃんの声にちょっと負けてた部分があって、後ろにいたらすごいちょっと集中がちょっと途切れてしまいます、うん、っていう、負けるようでは、はい、ノイズになってしまうってこと、はい、ちょっとこっちにこう、あっちがノイズでこっちがシグナルでなければいけないのに、君がノイズになってしまったらもう埋もれてしまったら届かないからね。一番後ろの山内くんに届くようにって最初言ったでしょ。それやっぱりギリギリだったと思う。こっちで聞いてると前の方は結構聞いてたと思うけどね。その通りです。で、それを逆に聞く側に対して言えるのは、本当に知りたかったら一番前に座れってことです。その人のことを知りたかったら一番前に座るべきです。一番誰かに何かを遠慮して後ろに座るのはもうその会場から出た方がいいです。どうせ得るものはないから、ほとんどの場合ね。でもみんな前に座ってるよね、明大の人は。はい、ドアアップで映すだけの価値のあるコメントでございます。